はい、一月十一日木曜日、おこていいともです。よろしくお願いいたします。えー、本日の出演者、福井県立大学名誉教授の島田陽一さんです。はい、よろしくお願いします。はい、もう一方、月刊正論発行人、有本隆さんです。はい、よろしくお願いします。っていうスカイプでタレント、千葉玲子さんです。玲ちゃんよいい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃ、あ冒頭の告知からいきましょう。はい、えー、今年も七点八、事件真相究明など。 制作資金応援でメンバーシップ登録やスーパーチャット応援お願いします。まだまだスポンサー企業も大募集中です。最後に X アカウントニコニコ文化人のフォロー。危険な動画配信中の文化人ダイヤモンドクラブ登録も概要欄からお願いします。今日のヘッドラインです。能登、うん、半島地震、岸田首相13日にも視察へ。FL ネイさん、新次郎もメンバー。 自民党政治刷新本部設置。天の時を待つ高市早苗自民党総裁選へ意欲。都市自家、国政化、どうする小池知事。能登支援よりパーティーを優先、静岡川勝知事。はい、じゃあ、二十四番お願いします。はい、えー、岸田首相、能登半島自身の被災地。早ければ十三日にも視察で調整。 今回の大地震を受けて岸田総理大臣は被災地の復旧・復興に向けて切れ目なく支援を続けていく方針で9日政府の対策本部でも被災者に寄り添い日々変化するニーズに先手先手で対応すると述べた政府関係者によると岸田総理大臣は適切な支援を着実に進めていく上で被災地の実情を直接把握したいとして 早ければ今週13日にも現地を視察する方向で検討しているという。これは13日というのは有元、まあ、あさん最初ねもちろん総理だったら早く視察できるようにしたかったけど、うん、行けばだって警,警備だな警護だって警察も相当人数を取られたりとかあるいは市町村長も全部対応するとか。 やっぱり迷惑かかりますもんね。ねこれしょうがないですよね。だからね。ねだから今の時点で次に、うんえー、じゃあどういう対策を打つかということで国会も始まるし、うん、一応見て現,現場を把握する必要があるからというだから私はこれくらいのタイミングでも別に何も問題ないんじゃないかと思います、はいえー。これ和島行くんですかね。いや行き先はまだ発表されてないんですよ。えーはい、どうされるのかね。うん わかりませんけど。石破、ね、さん、いかがなんでしょうかね、もうん、野党とか一部。マスコミとかがややいのやいのと。あの国とか県がね、後手後手回ってるとか、いっぱい文句言ってましたけど。 この視察に関して時期的にはね何、はい、の問題ないでしょうね、えーえー、やはりあの関直人の時の、ね、東日本大震災とんでもない、ね、あの実例があるんで一、ね、定妨害しにというようなもんですからね、はいうん、偉そうにこう金正恩みたいにね、はい、現地指導のパフォーマンスですよね、はい、これやるべきじゃない、ただ以前ね、ね岸田氏がね、はい、あのスーパーマーケットを視察した時に明らかに八百長的なやり取りをやってましたけど。 今回行く以上はね、まあ本当にあのしっかりしたね、生の声を厳しい声も含めてね、うん、え聞くという姿勢を明示してほしいですけどね。そうですよね、うん。本当ですよね。うん、まあ岸田さんはまあ今回に限らずですけどやりましたよみたいな、うん、ちょっとそういうところを見せるためだけのスタッフって割とやりますよね。やった古いね。ああやった古いですよ。ね、で,、うん、でそういうなんだったらやもうやめてほしいですよね。言っただけどもね。そういうないね。 それ以外に行くと、ものすごい人が動くんで、うん、本当に迷惑。あ,あ、もう、観音の時はもう最悪ですから。二日、二<悪>日でしたからね、二日目でしたからね。うん、とんでもないですよね、あれはね。はい、えー、次です。次が。えー、っと、じゃ、二十五問一応読んでもらいましょう。二十五、お願いします。はい、えー、政府が能登半島地震を激甚災害、本撃に指定決定。 復旧事業の国の国補助引き上げ政府は11日の持ち回り閣議で能登半島地震について地域を限定しない激甚災害本撃に指定することを決定したこれにより被災した全ての自治体を対象として復旧事業における国の補助率が引き上げられるこれはいいことでしょまあ当たり前っちゃ当たり前なんでしょうけどね。 ただ激甚災害に指定して、これから復興復旧の話だから。今じゃないですからね、これはね、それの補助率の問題ですからね。まあ、これ言うのはさっさとやっていいと思います。うん、はい、それで自民党の話に行きます。二十六番をじゃあお願いいたします。はい、えー、有本先生注目。自民党が政治刷新本部設置。派閥の政治資金パーティー問題を受け。 岸田総理国民の信頼回復に向け努力派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件を受け自民党は岸田総理を本部長とする政治刷新本部を設置した岸田総理を本部長とする政治刷新本部は党の執行部や若手議員のほか透明性の高い形で検討を進めるため外部の有識者も参加する。 派閥の政治資金パーティーを巡る問題が広がりを見せる中刷新本部では政治資金の透明性の拡大や派閥の在り方に関するルール作りなどについて議論する見通し有本先生問題の本質を履き違えてはいけない政治資金規正法というより法律を守らない政治家の問題 うんまあ、そうなんですけどもただ先ほど島さんもおっしゃったようにあの特に岸田派でよく見られる、ね、外国人にたくさんそのパーティー券を買わせてるという20万円以下だったら名前が出ないからということで相当なパーティー券を買わせてるという現状があるわけですよ。だからあ,れをあれは絶対規制しなきゃいけないという,いうふうに私は思います。もう一つは あの議員のその会計責任者だけを罰してね議員は関係ありませんよってそんなもん通りませんよねこれは連座性を適用しないといけないそうしないと守らないんですよやっぱりすり,あのすり抜けてしまってそういうことと何点かやっぱり絶対に今回は改正する必要があるものは僕はあると思うんですけど有本さんこれは。 いかがでしょうかこの連座性ってまあねそういう見方もあると思うんですけど、はい、そうなると政治家が結局ですねお金の処理をあの、まあ、責任を取らなきゃいけないと、はい、連座性となると結局そればっかりに本来の、えーですね、政治活動というよりもそのお金のことのに細かいことのにね、あのー、<laughs> 細かくなってしまって政治家がそういうのばっかりこう。 正面ばっかり見るみたいなねそういうふうになってるとそれはどうなのかなっていうので必ずしも連座性がいいっていうのがどうか僕はちょっとそこは、うん、あのですね在り方として考えなきゃいけないなっていうのはとこは思うんですけどね。ただまそ、あ、そ、うんまあ、そもそもちゃんとしっかりし、うん、あのそのです 安倍派のはもう論外なわけですよまずそこはちゃんとしっかりしなきゃいけないと、うん、その上でまあいろいろ外国人とかなんかそういうのはあってでもある程度献金の自由っていうのはあるから、うん、あのそれでまあ知られ自分のその応援するのは知られたくないって人もいるわけですよね、うんはい、それはある程度担保する必要があるというところはあると思うんですよね、うん、必ずしも全部が全部公開していいのかなっていうところは若干あるんですよ。 それがいろいろで20万だったんだけど時代が変わって20万っていうのがいいのかどうかっていうのはあるかと思いますけどねあとそれを監視するアメリカみたいな第三者のところをしっかり構築するのかどうかつまりね外国人の政治献金は禁止してるわけですよね 1>,、うん、それ1円だろうといくらと。 それがそうならばパーティー権もじゃ外国人に売ってはいけないというふうにしないとあれは形を変えた献金ですからねまそこはそうですねだから今回の問題は大きくはやっぱりまあ安倍派の問題っていうのはそのパーティー権のちゃんと記入しなかったというところはしっかりまあこんな写真本部作る前に岸田さんがそこはちゃんとしろという話の号令をかけなきゃいけないけ。 いけないというふうに思いますけど、ね。はい。島さんいかがでしょうか。<laughs> いやまさにだからあの一番ね中国人のパーティー券、えー、中国人に売ってたっていうのは高地価なわけですからね。えー、岸田さんのお田ざごでしょ。うん、だから今後一切 <laughs> 高地価の人間はね中国人パーティー券買わせなと。 1秒ででこれ解決す話よそう,でそういうことをせずにねなんかこうガンクビ並べたね、うん、大人数の刷新会議と称するものを作ってね、うん、で結果として出てきたものが裏あの要するにあの裏金にしたらいけないよと、はい、だけならね、うん、あまっすにこれごまかしのための時間稼ぎのための、うんえー、寄り合いだったな、うん、っいうことになるんでね、まあ、これはあのこの刷新会議のメンバー全員はねもう次の選挙には出ませんと、うん、自分の選挙区ではね。 あの堂々と公募して、うんえー、その予備選をやる人というぐらい言えばねもう本気だなと思うけど <laughs>、はいまあ、その方は絶対言わないですからね、はい、派閥にどっぷり使ってきた人たちがそこに眼首に並べてもね、うん、なんか説得力ないし、うん、議論してもね、うん、なんかそれで菅さんは派閥解消しろと言って、うん、派閥解消する気ない人たちがいっぱいいるわけじゃないですか。うん、で若手の1年生とかそういうのは全然入れてないでしょ。うん、なんか構成も変だし あのそもそも大前提として記者さんが今言われたように一言大号令かければ法律変える前に、うんうん、もう外ねその欠勤、うん、をちゃんとクリアにするというのを、うん、会計もねそうですし学部時に関わせないというのもやあれ一言言えばすぐ話せないですか、うんうん。まあその関連ですよ。レイちゃん二十七番を読んでください。はいえー、自民の政治写真本部メンバーにネット怒りの声。 姉さんがいる時点で点点点、麻生派会長の麻生副総裁と、無派閥の菅前首相が最高顧問に就任、関係者によると、刷新本部の本部長代行に茂木幹事長、幹事長に木原誠二幹事長代理、事務局長に小倉前子ども政策担当相が内定した、他に小泉進次郎元環境省 松るい参院議員も選ばれているという SNS でも刷新する気ゼロ支持率を自ら詐欺に行っているのがすごい国民に喧嘩を売ってるのどこまで人事音痴なんだと厳しい声が上がった。 これね、やっぱり有村さん、さっき言ったのと、まあ、つ続きというか関連ですけども、うん、あのメンバー表を見て、国民がそうだ、納得して、いや、これなら期待できそうだって、そんなもの、誰も思わないですよ、あれは。本当、不思議だなと私、思ってるんですけど、女性議員入れなきゃいけないっていう、い、うん、けないっていうので、はい、松川さんと太田さんとかね、うん、ううそういうのを入れたっていう、見見え見えですよね、うんはい、島田さん、いかがでしょうか。うん まああのこのこ松川るい氏が典型ですけどね、うん、あの前の記事で「透明性の高い形で検討を進めると言ってる、はいうんでしょ?」じゃあ「のエッフェルグルメ旅行を松川る、はい氏」「彼女はあれパリにね大名旅行した時、はい、どういう日程であんたこう言いたのと?うん」といまだに公開拒否しとしなさいよし だからそうしない段階でねあごまかしにかかってるんだ、うんうん、しかもこれ事務局長がじ自実質的にあの中心なんのは木原誠二、ね、ですね。彼もねその LGBT 利権法の時ねはい、はい、あれあのエマニュエル米大使の圧力を岸田首相につないでたのは木原ですよ。はいはい、ところその点に関してね一切説明責任果たしてないわけね。 そんな人物がなんで中心になってるんだと。うん、まあこれはあの要するにごまかしのためのね <laughs> 形作りの寄り合いですね。全くそうだと思います。はい次高市早苗さんです。麗ちゃん二十八番をお願いします。はい、えー、天の時を待つ高市早苗氏自民党総裁選へ意欲。高市早苗経済安全保障担当省は日本放送ラジオ番組で。 9月の自民党総裁選出馬に重ねて意欲をにじました共演した自民自民元政調会長の亀井静香氏から出馬を促されて答えた高市氏は岸田内閣の閣僚として一つでも実績を上げられるよう必死で働いているとも説明したまあこれはあの日本放送に亀井静香さん とともに高市さんが出たということですけど亀井さんはその先にね次のポスト岸田争いは女性候補者ということは高市さんと上川外相とこの2人がというふうに亀井さんはおっしゃって。 自分の見方はいつも当たってるっていうようなことまでおっしゃってるんで、うんうん、まあかど,もうどっちか知りませんが高橋さんか上川さんということをおそらくおっしゃって、うん、おっしゃり続けてるとも思うんですよ、まあ。それはいいんですけども私はここは不思議に思うのは今回の場合は派閥先ほどの刷新会議に出たように派閥そのものがいけないという話も出ている時に派閥を基盤にした候補を次の総裁に選べば 何にも変わらないということを意味すると思うんですよ。だとしたらこれ無派閥の高橋さんしか今回の場合は一択ではないかともうこれしか私は方法はないんじゃないかと自民党が仮にこのまま存続しようと思うならですよもう全部ぶっ壊してしまうっていうのは別ですよ。そうじゃなければ私はもう高橋さんしか方法ないんじゃないかと思うけどどうも雰囲気として高橋さんのことをけんたがってるかなというそういうの思いませんなんか まあそうですねねですすよ、ねええ、そうすると上川さんの方がなんていうかこの扱いやすいっていうかまあ上川さん出る時は派閥離脱して出るんです、ね、一応派閥離脱するでしょうけど、うんうん、押すのはでも派閥ですよ多分、うん、そうな旧来型のそういうことだと思うんですけどね,どね,ね河野さんが出てっていう河野さんはだ派閥なしにっていうのでやるんでしょうね。で,すでしょうけどね。うん これでもこれ高市さん、これ去年収録した発言だからこれ誤解しないであれですけど,れすけどね地震が始まってあの地震が起きてからじゃない発言ですからねだからこれ高市さんはどういうふうにあのこのまま岸田政権で最後まで閣僚をするのかちょっと途中でやめね前は途中でその自分のセキュリティクリアンスの法案が通ったらあの閣僚や辞めるみたいなあの可能性あったけど今はちょっとしづらいからどう,う難かされるんですかね。 はい島さん同じ同じじ質問しますけどいかがでかこれまさに高市氏はねセキュリティクリアランス法案、はい、これを通して、はいえー、一応仕事果たしたから辞めますと、はい、いうのはあってもね、えー、それあの掘り出してやめることできないでしょう。はい、であのセキュリティクリアランスって、まあ、こう私はこうカタカナ英語,英語を使うのよくないと思うんだけども。はい <laughs> あの情報管理強化とかね、いろんな言い方あると思うんですけれども、だから高橋氏がまずね、この通常国会であの重要法案としてね、<うん S 1> 党にね、このセキュリティクリアランス法案を認めさせることができるかどうか、<はい S 1> それできないとね、やっぱり1国会重要法案2つが、いろんなこの手続き的、時間的にも限度だと言われる中でね、<うん S 1> そこにまず押し込めるかどうか、これできなかったらね、高橋さん、辞めるタイミングないじゃないですか。<うん S 1> そういういことですよね うん、だから非常にそういう意味では致、まあ、し返りのところがあるんでしょうけどたたもう繰り返しますけどだけど自民党という政党を存続させようと思ったら私はしかないというふうに思ってますよ今回の場合は特にほかの候補者は、うん、岸田さんの阿竜としか見られませんもんそ,そんなんで衆議院選挙やったってそれは惨敗ですよ。私そう思いますよね、うん で上川陽子と高市早苗とは一緒にはならないんですよ全然中身が違いすぎて女性という共通項を除けば、うん、全く異質の存在ですよこれは私そう思いますけどね今だってヨーロッパ北欧を中心に歴をしてるじゃないですか上川外相あれだって2月19日のウクライナ復興支援会議の根回しをやってるだけの話ですよ 本人は全然そういうことを言及しないけどそういうことは明らかなのにそれもわあのアメリカから言われているからなのかあるいは岸田総理からそのつもりで言ってくれと言われているから死なないけど上川さんにその程度の外務大臣だとして総理大臣が務まるとは私はとうとう思えないですけどね私はな違うというふうに思いますけどねまあすみませんちょっと個人的な意見で。次は東京都知事ですね 29番お願いします、はいえー、今年7月に都知事選どうする小池知事小池百合子知事の任期満了に伴う知事選は6月20日告示7月7日投開票の日程小池知事は参選を目指して立候補するかどうかを明らかにしておらず挙手が注目される。 れど,どうなんでしょうかね、まだ挙手は明らかにというのは、まだ衆議院選挙への,そのなんていうか、色気が残っているという、そう呼んだ方がいいんですかね、これは、どうですか。基本的には今からまた衆院選というのは、相当ハードルが高いと、本人それはね、前の希望の塔で、間違いが失敗したから、うんはい、リベンジっていうのはあるのかもしれないけど、普通に考えたら、厳しいというか、統議選に、まあ、体調もね、どうだったのかっていうのも。あ あってそれがなきゃまあもう一回ね栃木戦というふうに考えるのが普通だと思いますけどね。このままもちろん対抗馬はどうなるか全く見えてないから分かりませんけどいい、うん、このまま、まあ、誰が出たところで小池が出れば参戦ですすかねあ参戦だと思いますあの蓮舫さんが出るのかどうかは知らないですけども。うん 普通に考えたら三戦じゃないですか、ね。そうそう。はい。その場合、自民党は小池を押すことになるんですか。うん、もうあの対抗馬立てない,と思い。立てないて。マルカーさんは衆院に転出でしょ。でしたよね。だから候補者いないですよ。うん、自民党、うん。うん、そうなんですよね。そうすると、それはもう <laughs> お小池にしてみればギリギリでも大丈夫だという踏んで,で踏んでるということですよね。います、うん、はいあ。島さんいかがでしょう。これだからあのもう自民党がね。 はい、リングに上がる前からこのタオルを投げ込んどる <laughs> そう状態でねであの萩生田氏とか今動ける状態じゃないと、うん、下村さんもそうですよね、うん、となるとねでも、まあ、危惧するのはねあの例の橋本徹氏あたりがあ,あの話をどうな富士テレビあたりの指示を受けてね、うんえー、出るとかいう話もあってそうなるとね小池対橋本とかいうとねこれはね凄まじく低レベルの。 争いになるわけでね。これは。すみません。どうなんですか、日本保守党。あのね、だから、もしね。橋本徹が。ってあげたら。百田直樹じゃね。じゃ、俺も立する言ってましたよね。言ってました。で、まあ、彼、今、あの。がんの手術。手術してる。おあしたに控えてるんですけれどもね。えあ、あり得るんじゃないですかね。あ、彼。うん、あの。あ、くまでも百田さん。そう、百田氏、で。 有本香里氏はねあれ静岡で育ったということもあって川勝の太鼓馬としてというのはちらっと聞いたことありますけど、まあ、そっちは分かりませんけどね。<ー>え都知事政も合いは今年の数か月後ですからね、えー、だから自民党が事実上不先輩というようなことでね、うんえー、そしたらあのこれ小池橋本どっちなのというねそんな選挙にするわけにはいかないと。 いうことは聞いてますけどわかりませんね実際出るかどうか保育園省と両方とも困りますね、うん、究極そう,そういう意味では本当に第三弁の候補と出れば非常に有利になりますよねこの二人には両方とも投与したくないという人は山ほど当然いるわけですからそすね,ね <laughs> そこはねどうなんですかね 橋本自身はもちろんわからないんですけど、うん、彼また年も若いからそれこそ国政選挙とかいくらでも選択肢はあるわけじゃないですかねえ都知事ってだって彼,彼はもと,もとずっと大阪だし東京とは何の関係もないからねえそれどうなんだっていう気もしますけどまあまあいいやこれはねはい次玉城デニー沖縄知事いきましょう30番お願いしますはい 軟弱地盤の大浦湾側普天間の危険性除去大執行で可能に米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に向け政府は10日軟弱地盤がある大浦湾側の工事に着手した先月軟弱地盤改良工事の設計変更承認を大執行し大浦湾側の工事が可能になった工期は9年3ヶ月 林官房長官は記者会見で着実に工事を進めることが普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現し危険,除去危険性除去につながると強調したじゃあ次いで31問じゃあお願いしますはい、えー、極めて乱暴で粗雑直ちに中止を辺野古着工で玉城知事が政府を批判米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画をめどり 政府が10日大浦湾側の地盤改良工事に着手したことを受け玉城デニー沖縄県知事は10日午後県庁で会見し工事の着手が強行されたことは極めて乱暴で粗雑な対応がなされたものと言わざるを得ないと政府を批判した県民の民意を軽視しているとも述べた。 これは玉城デニーもよくこんなこと言いますよね、<laughs> ね自分がだって裁判所の判決を無視したからしょうがなくて<う>国は大志してるだけの話でしょ、うん、それで極めて乱暴で育つって、それはお前のほうでしょっていう、うん、もう言ってることが真,真逆ですよね、これはね,でねで。しかも彼がこんなふうに反対して、<laughs> あるいは妨害してなければ、とっくに移設は終わってんですよ、もうこれは。とんでもない一事だとやっぱ思いますよね。 はい、いさんかかがでしょうかこれ,これあの玉城氏がね極めて乱暴に育つという言葉を発するとしたらね例えば中国の違法部位設置ああいうことに対してねあるいはあの尖閣のお日本の領、ね、海、うん、これ日常的に中国は犯してるわけでしょ。はい、とかそれに対してはね黙ってるどころか中国行ってへらへらとね、はい、わけのわからん踊りして帰ってきたりとか。うん だからあのめちゃくちゃなんですね、まあ、このとこ、まあ今に始まったことじゃないですけれどもね、でねやっぱりあの辺野古の問題というのは、これ、同盟国であるアメリカに対する約束ですから、ね、はい、それをあのしっかりあの実現していくというのはね、これ当然、やっぱりもっと政府がびしびしやらないといけそれと私は本当、不思議だと思うのは、そもそも何が最初かというと、あの世界一危険だっ,言ったいた普天間飛行場を、 移設しようというために、あの辺野古に作ろうとしてるわけでしょ。新基地って新基地じゃないんですよ。普天間飛行場をなんとか危ないが、町の真ん中あるから、なんとかしましょうと言ってるわけだから。これに反転するってことあの危険なままに、ね、存続すれば。 いつどこでまた事故を起きて人がああの死んだりけがしたりそれをなんとかしましょうって言ってることを全く彼らは触れないじゃないですか<う>じゃあことですよねこれ完全にねだから要するにあのあの危険な基地があった方が反対運動とか左翼はや,、うん、ううやりやすいわけです,しううですよね。かつねこれあのいろんな裁判立て続けに沖縄県が起こしますけど。 まずそれで儲けてるね、最高弁護士いっぱいあるわけですよね。で、彼らにとってはこの裁判が長く続くっていうことがイコール利益なんでね。うん、えー、だからそれ、ね、ういも本当沖縄のためどう,どうかじゃなくてね、ね自分たちの利権のためにやっとるわけです。そういうことですよね。レジャー時間はあまりないけど、最後に NHK 問題33番を呼んでもらっていいですかね。はい、えー。受信料値下げで NHK 再び赤字来年度予算 事業収入は前年,比前年度比418億円減の6,021億円事業支出は同128億円減の6,591億円収入から支出を差し引いた事業収支・砂金は570億円のマイナスで2年連続の赤字予算になる赤字分は還元目的積立金で補う。 えー、元豊島区議の楠澤さん NHK の赤字は欺まんです子会社や関連団体は潤ってます黒字で受信料値下げが義務化されてしまったのでそれが死んでも嫌な NHK は今後決して黒字決算を発表しないと予想受信料ネット徴収制度推進のため15億円の予算を計上政治家の買収に使うのかな これはね久沢さんは NHK のこともやたらと詳しいですけど忽沢、うん、さんの計算によるとですよ、うん、人件費を、えー、NHK 職員で単純にあ頭割りしたら職員の平均年収は、うん、1,800万だって言うんですよこれ忽沢さんの計算ですけど。 1,800万円の平均年収なって会社はどこもあるわけじゃないですか半分の900万円にしても民間会社ではかなり平均だとすればかなり高い方ですようん、うん、だからそういうところに無駄な金をいっぱい使ってるのまずそういう減らせよって話ですよそれは私まあ、まあ、減らすところはいく,いくつもあるんですけども、まあ、それは NHK はねとにかくとんでもない受信料もだしそれから国の予算がついてますからね何千億か、まあ、全部無駄ですよこれは。 私そう思いますけど、え、青山さんどうですか。おっしゃる通りですよね。だからこの経費の使い方なんて民間企業とはとてあの比べ物にならない経費の使い方やってるわけですからね。うん、そうやったら福田さんのおっしゃるのっていうの、はなんとなく理解できますよね。うん、本当にあの同じ報道機関でもまるっきり違いますから。違いますよね。お金のかけ方が本当にすごいですよ。はい、島さんいかがでしょうか。 これ NHK には税金も入ってるわけですが受信料というのは事実上ねこれ強制徴収だからあの税金と一緒ですよねで今よね BBC ですらねあの強制受,受信料徴収はやめるとアメリカの大手のテレビ局なんか全部ね民営だしねだから NHK もあのコマーシャルやるのになんなりね民営化すればいいと思います基本的にね,ねはいじゃありっちゃん最後の告知をお願いします はい、えー、この後はメンバー限定ライブです。ここから先は一般公開では扱いにくい情報に触れます。月額490円のメンバーシップレベル1に参加して続きをご覧ください。また、文化人放送局 X アカウントのフォロー、そして文化人デジタルにアカウント登録をお願いします。最後にこの動画のいいねボタンのクリックもお願いします。はい、皆さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。